この四角形あるね、この外側を必ず全員通る、ボールも。で、パスを出したら、空いてるとこ1個あるから、出した人は移動します。なので、じゃあ、7は人と出してもらって。出したら移動。はい、コーチ。中通すだよ。四角の外だよ。四角の外を使う。当てないようにね、パスも。はい。当たるよ、そのままだと。もらう人も立ち位置考えて、マーク当たんない位置立って。両方こうやって見える位置だってね。で、できればこう2タッチ止めて蹴る止めて蹴る、これはこう適当にやらないよ、止めて蹴る、 OK? 大丈夫ね。で、あの速さよりも正確さ、しっかり止めて蹴ることをやりたいので、スピードは後からやりましょう。じゃあ3人組でやっていくよ。中通してダメなんだよ、ボールも人も。ということは、立つ人がさ、こんなギリギリ立っちゃったらこれ難しくないね。ちょっと余裕持ってさ、自分の前のスペース作ろうよ、こうやって。あともうちょっと離れてみ。出す人も余裕あるから、絶対中には入んないよ。で、止めたら、はい、逆。で、移動する。ここゆっくりでいいよ。はい。しっかり、この中で入らないように止める。蹴ったら、はい、移動する。パス出せば開くとこあるよね、1個。そこに出す。今当たってるよ。マーク当てない。はい、そうそうそう。ということは、立つ人はこっちからのボール見える位置と、こっちからの次出す人見えるとこ、この両方見える位置立たないといけない。こうやっちゃったら、こっちはもらえるけどここ無理だよね。逆にさ、こっちもらえるけど出せるけど、こっち今度もらうとき中通っちゃうよね。両方が大丈夫な位置ってこの辺になるよね。だからこの位置を必ず守っていいね。とりあえず手出して、これ今からラストもう一回やるから、気をつけてほしいのは体の向きをしっかり変えること。最初は向こうから来るからこっち向いてるよね。でも出す人はこっちになるよね。じゃあ止めた瞬間に、いや出して、止めた瞬間には体の向きをしっかり変える。もちろんこっち向いたまま出すのもこれテクニックとして覚えていかないといけないけど、まずはその前に基礎っていうのはね、まず最初に基本的なことを覚えないといけない。今みたいなテクニックはその後だから、まずはしっかり前向いて、はい、受け出して、前向いて受ける、止めた瞬間に方向を変えて、ちゃんと出す方におへそ向ける。で、次出す。はい、横目ちゃんと移動して、なおもやってみて、はい、方向を変えて、はい、受けるときは相手の方を見る。で、出す瞬間に体の向き変える。受けるまでは相手見て、相手見て受けたら方向を変える。そう、これを適当にやりだすと、こういう状態適当に蹴るとちょっとずれちゃったりする。おへその向きが変わってないよね、こっち今ね。そうなるとミスが増えるので、ちゃんと体の向きを変えるっていうことを意識して最後やってみましょう。いいですか。はい、じゃあラストもう一回いこう。はい、頑張って。ここはおへその向き変えて、ボールは中絶対通すな、四角の中通すなよ。方向変える、しっかり方向変える。おへその向き意識して。